早いもので9回となります。今回も駅前シリーズです。2回目の駅前は JR 新宿駅です。夕方の新宿です。日本の駅の中で1日あたりの利用客が一番多い駅です。まず東口です。昔一世を風靡したスタジオアルタがあります。その奥に日本一の歓楽街新宿歌舞伎町があります。東口から南口に向かっています。東南口といった新しい改札口ができています。新しくバスターミナルバスタ新宿ができました。南口に到着しました。次に西口に移動します。ここの風景はあまり変わっていないように思います。昔からこの雰囲気でした。小田急百貨店、京王百貨店があります。東京メトロ、丸の内線の駅もあります。思い出横丁も懐かしく思います。新宿オーガードです。東口に向かう途中に西武鉄道、西武新宿駅があります。副都心側から見ています。よくドラマで映る場所です。以上、新宿駅の紹介でした。チャンネル登録もお願いします。